犬の熱中症が年間およそ1000件に及ぶことから、環境省は初めて注意喚起に乗り出しました。暑くなっている、そして犬猫含めて体温調節が難しい、改めてご理解いただくことで救える命を救っていかなければいけないと。環境省はペットを車に置いて離れないよう呼びかけるポスターを発表しています。ハーハーしてきたりとか、よだれが垂れたりとか、こういう状況になってくると熱中症を疑っていきます。横浜市の動物病院では、散歩の前に地面を触って暑さを確認することなどを飼い主に呼びかけています。